はい。皆さん、こんにちは。今日は、サムネイルのタイトル通り、2024の最新情報として、ミュージックビデオをアップロードしているミュージシャンの皆さん、プロ、あまあ関係なくですね、閲覧が伸びないというのが悩みです。僕の知る限り、8割ぐらいの人は、2桁ぐらいを見ていただく、それぐらいのチャンネルが ほとんどです。もちろん、登録者数とかいうことも関係があるんですけれども、閲覧数だけのことを言うと、登録者はそんなにも大きな影響がありません。YouTube チャンネルを始めて間もない方、こんな方にも必ずやってもらえれば、YouTube の閲覧数、そしてそれがうまくいけば、チャンネル登録者の人も 徐々に徐々に増えていくというようなお話をします。まあこのお話は僕の動画でも初めてではなく何ヶ月かに1回はこのように YouTube 攻略のお話をしたりしています。もちろん僕のインフルエンサーとしての能力がまだまだ少ない1万人の登録ぐらいのことなんで皆さんに伝わっていないというのが 現実なんですけれどもそれにしても YouTube のタイトルに曲名だけを書かれたり自分が制作者であるアーティストネームを書いたりというこれだけは全く意味がないということを動画をアップするたびに言ってるんですけれどもほとんどの人が曲名だけを書いているというのが現実です。ですから これは皆さんに伝え続けないといけないことだというふうに僕の方では感じています今日は大きく3つのテーマに絞ってお話をします今日お話しすること以外にたくさんの要素はあるんですけれどもこれを言い過ぎると初心者の方は頭が混乱しますので大事なポイントだけに絞って お話をしていいきたいと思います。その3つというのはチャンネルのの運用全体、いわゆる概略の話。それが1つ目です2つ目は動画のアップロードということでアップロードした時にどういうふうなタイトルをつけたらいいのかとかいうようなことをテーマにお話ししますそして最後3つ目はコンテンツの問題です 実際アップロードする動画がどうかというそこにお話を進めたいと思います。ではやっていきましょう。まずチャンネルの運用全体についての話です。僕の方では YouTube 攻略ということもあって AI Music Creators Japan というグループを作って YouTube に対しての勉強なんかを 積極的にやっています。主に情報は Facebook グループを使って毎日毎日音楽の情報などをアップしていますので、もし Facebook をやっている方、またやっていない方も登録とかそういうことは全くなくですね、いつでも簡単に覗いていただけるグループになっています。それが今画面に出ている 音楽と DX、AI と DTM 時短研究サークルジャパンというこのグループで今現代は544名の方が登録してくれています。この中にもいわゆる名前だけ登録していただいてあまり積極的に覗いてくれていない方もおられますがざっくりですね、この500人の中の100人ぐらいの人が 日々僕の情報を覗いてくれていますのでもしよかったら概要欄に貼っておきますので覗いてみてくださいそうやって勉強をしていって皆さん成果が出てくれている方もいますチャンネルの運用でチャンネル名が全然良くないこのチャンネルは何するチャンネルなのかなということがわからなかった方も最初はたくさんいます 一つは自分のアーティスト名だけを書いたようなチャンネルです。例えば、桜というようなアーティスト名をいつも使っているから、桜チャンネルとかですね。そういうのだったら、このチャンネルは何のチャンネルかというのが分かりにくいじゃないですか。そういうチャンネル名というのは、やはり改善していったらいいと思います。僕の グループで勉強してくれた人で数名の方はチャンネル名を1からゴロンと変えてくれた人もいますやはりそれをやった結果徐々に徐々にチャンネルが活気づいてきてくれている人もたくさんいますのでチャンネル名というのは重要なことだということですそして次に音楽といってもポップスやジャズいろんなジャンルもありますし ポップスの中でも恋愛ソングがあったりとか、犬が大好きだからということで犬のテーマの曲を作ったりとか都度自分があじゃあ今度はこれ作ろうとかいうふうに思って曲を作りますいわゆる自分の作りたい曲を作ろうとしていろんな曲がたくさんあるわけですね。でもそんな いろいろあるようなスーパーのようなチャンネルというのは山ほどあります。これではその他大勢みたいになってしまってなかなかチャンネルが伸びません。ですからチャンネルの的というのは狭く狭く狭く作った方が絶対に伸びるということです。実際僕のグループでももうそれしか出していないというような お二人がいます。一つは、亀チャンネルさんというチャンネルです。これパッと見たら、大谷翔平ソング。まあ、サブとして、スポーツソングと書いてありますけれども、実は見ていただいた通り、大谷翔平とか、デコピンとか、大谷翔平に関わる動画しか、ここ最近は出していません。このようにする前というのは、亀チャンネルさんも、元 メジャーアーティストですので、たくさんの曲を持っていたので、その曲もアップしていました。でもですね、ちょっと古いところを見てみますね。大谷翔平をやりかけた最初はですね、ここなんです。大谷翔平デコピン応援ソング。これで、まずは大ヒットしたんです。今ですね、2.6万回、7ヶ月前からこのぐらいの人が 見てくれました。ここから後ろはですね、大谷翔平に絞ったわけです。その前はというと、ここに色々ありますし、オリジナルソング、とってもいいソングですし、曲作るのはもう得意ですよね。でも、見てください。閲覧数が、これの場合182、174、みんなここは100台ぐらいになっていますよね。それはなぜかというと、 フェイスブックとかの友達に一定のミュージシャンとしてのファンがいます。ライブしたら50人100人ぐらいの人が覗いてくれたりしていたわけですから、その人たちは一回見てみようかということで見るので100回近い閲覧があったというだけで、このカメチャンネルさんのことは知らなかったわけですね。ところが今流行りの大谷翔平 というトレンドですねこれをやりかけたら歌かどうかということは別でですね大谷翔平と検索すするる人は山ほどいてるわけですねそうすると当たってきてここ最近出したもの4日前11日前そして3週間前と約1週間に1回ぐらい出してるんですけれども11日前に出したものは 6982回、その隣は1250、602、ちょっと下がっていくと984、98 1023、1ヶ月前のもので731というような形になってきたわけですね。そしてこういう赤い印がついていますけれども赤い印のついているものはビッド IQ の評価が高くって これは通常の50倍、通常の14倍とかですね、そのようになっています。ですから何千というのがかなり多くなったわけです。そして上のバナー、これも途中で変えました。大谷翔平をやりかけて3、4曲目ぐらいの時にこのバナーに交換したわけですね。これが、 カメチャンネルさんが決定的にやったことで今自分のオリジナル曲だけは先ほど見せたように100いくらでも残しているんですけれどもそれまでに作った動画でまあ言い方は悪いですけれどもゴミのようになっていた20回50回というような動画は全部削除したわけですこれも戦略のとっても大事なことなんですね ここで見ていただいたら40本の動画で今チャンネル登録者さんが337人いてるわけですそうするとすごくだっくりですけれども一つの動画で10人ぐらいのチャンネル登録者が増えてきてるということになるわけですよねでも100本あったらですね一つの動画で3人のチャンネル登録者と 単純計算ですけれどもなります。そうなると YouTube の AI はですね、おお、100本も出してるのにまだ300人かというような悪い評価になるわけです。じゃあこのチャンネル応援してもなかなか閲覧が上がらないということになるんです。ここで超超重要なことをお話しします。僕も YouTube10 年ぐらいは全く 全く伸びなくって10年で300人ぐらいにしかならなかったんですそこから急展開で今1万人以上の人が登録してくれていますけれども考えの根本が間違っていましたここは無料で自分の作品を出せる作品発表の場だなと思って嬉しいなただでいいねという感じで動画をアップしていたわけです 動画のアップ数は千本以上になります。でも全く伸びなかったんです。YouTube は発表会の場ではないんです。YouTube の立場を考えましょう。彼らは広告が見られて、そしてスポンサーがついて YouTube は成り立っているんです。アップロードしたいアーティストや YouTuber には無料で開放していますけれども、広告主から お金を取ってるわけですから、たくさんの人が見てくれないチャンネルは彼らにとっては働きの悪い社員のようなものになってしまうここは熾烈なビジネスの場だから僕らも YouTube に協力をして YouTube が流行るように頑張らないといけないし流行るように頑張って閲覧が伸びてきたら YouTube はこの人を応援してたらたくさん広告見てもらえるな。こういう広告ビジネスの場だというふうに考えたらどうしたらいいかというのが僕にも見えてきて300人だったものが1万人になったわけです。そしてチャンネル運用全体の一つにチャンネルにはチャンネルタグという仕組みがあります。それどんなものか見てもらいます。 皆さん YouTube を上げる時には YouTube Studio というこの機能で上げるわけですけれどもここの下の方の設定というボタンがありますこの設定ボタンを押すとですねチャンネルというメニューがありますそこにキーワードというこういう場所があるんですねここにはチャンネルが どんなチャンネルか。まあ、僕の場合だったら DAW とかスタジオワンとか OpenAI のチャット g p t の話をするとか DTM とかという僕のチャンネルはどんなチャンネルですかというキーワードをここに入れているわけです。ここにはできるだけたくさんのキーワードを埋めないといけないんです。こことっても重要です。 これ入れてない人8割います。ミュージシャンということ限定でしか僕も他の業界のこととかはあまりわかりませんが仲間の YouTube とかそして新しくグループメンバーになってくれる人見たら8割じゃないですね。9割の人はこのチャンネルタグにタグを入れてない。こういう人もいます。 チャンネルの、そして基本情報のキーワード、これを埋めておかないとチャンネルが伸びないということになります。ここまでが一つ目のテーマのチャンネル運用全体のことでした。次のステップに行きましょう。次は動画のアップロードについてということです。例えば、この一番最新の動画がありますよね。 この動画には YouTube アップロードするときに一番上はタイトルを入れますこのタイトルのところにミュージシャンの8割ぐらいは曲名まあ、ここで言えば復活のロックスターというのが曲名なんですけれどもこれだけしか書いていない人がいるんですこれはあってもなくてもいいものですなぜなら復活のロックスターそんなキーワードで YouTube 検索する人は誰もいません。ですから、まあ、ロックというのはキーワードだし、あと AI 音楽とかいうのもキーワードでしょう。まあ、あこのタイトルには2つぐらいのキーワードしかないです。次、この動画で見てみましょう。この動画のタイトルには、今案外伸びてきている素の AI、そして爆誕というような 言葉があります。爆弾とかいうような言葉のことを、訴求ワードと言います。超絶という言葉もあります。もしくは超絶ハーモニーですね。そして、ウクレレというのも、ウクレレの曲ないかなとかいうので、検索をしますので、検索キーワードとも言えると思いますし、アコースティックサウンド、もしくはアコースティックというのも、そういう検索ワードかもわかりません。でも、 タイトルの光の世界というのは、これは曲名ですから、この光の世界、そんな曲探したいな、なんていうことはありえないわけです。でも、ほとんどの人が、この光の世界というのだけを書いているということが現実なんです。そして、次は説明欄には、まあ、ここで言えば、この部分ですね。 どんな曲であるか世界中の人々が手を取り合い、愛と平和が溢れる光の世界を目指して歌います。だいたい4行分ほど書かれてるんですけれども、この説明欄というのもとっても大事なんですけれども、ほとんどの人がここをちょこちょこっとだけ書いてるとかいうような方がとっても多いです。この説明欄を YouTube の AI は 見てですね、例えばここにクリスマスマソングとというふうふに書かれてたとします。そうしましたら YouTube はあこの動画はクリスマスに関わる動画だなと思ってクリスマスの前になったりしたらこれをおすすめに載せてくれたりというふうにするいわゆる説明文というのは YouTube がこの動画どんなのかなと思って という一つの指標になるための重要なファクターなんです特に戦闘の5行6行というところに動画の特徴などを書くというのは重要ですし一番上にはハッシュタグというのが書かれていますシャープ平和とかシャープ愛と光とかなんですがこれあまりおすすめするような ハッシュタグではありません。まあ平和というのはいいでしょうでも愛と光というのは検索にも引っかかりにくいしこれと同類のコンテンツがあるとかないとかそういうことはあまり関係がないですよねでもハーモニーというのはいいと思いますですからいらないものはこのようにして消してしまってもいいと思いますこののハッシュタグというのは、 検索には大きな影響はないということになるんです。それよりももう少しだけ大事なものというのはこのようにずっと下がっていきます。かなり下なんですけれども、ここですね。タグというのがあるんです。ここにたくさんのキーワードが入っていますよね。これも検索の補助をするためのものです。タイトルとかよりも ちょっとパワーが弱いです。概要欄よりも弱いぐらいです。でも検索の補助的な機能にはなります。このようにたくさんのキーワードを入れ、そしてハーモニーとかだけではなくってハーモニーソングとかハーモニーに関わるようなそういうちょっと検索の時にハーモニーって売ってくれる人もいればコーラス と売ってくれる人もいるかもわからないなというようなそういうことで関連するワードをたくさん埋めます。ここも文字数にして500文字入れれますのでそうですね少なくとも今パッと見てわかるように20とか30個ぐらいはできるだけ埋める方が検索されやすいということになります。 ハッシュタグとタグというのは別物です。このタグも入れてない人というのが8割います。ですからミュージシャンの動画が1桁、2桁しか伸びないで悩んでいる人が多いというのは、こういうことを全くやらないでいい音楽を作ろう。そうしたら流行るだろうと思って出してる方がほとんどなんです。 動画のコンテンツの内容というのは特に曲についてはファンのあまりいない時にはほとんど関係がありませんその曲がすごく良くってもちょっとアマチュアっぽいなと思うような曲であっても閲覧数には全く関係がありません下手な曲だから閲覧が悪いそんなことは一切ありませんのでそのように思ってください その理由というのを次のセクションでお話しします。次のセクションですけれども、コンテンツの問題というテーマでお話をします。そもそもコンテンツのテーマというのがとても悪い。もちろん自分の希望を持って、あ、こんな曲作ってみようかなと思うことは、もちろんアーティストである限り重要です。でもそれを決めたら、 ぜひ使ってほしい道具があります。前にも単体で解説をしたことがあるんですけれども、Google トレンドというウェブアプリです。はい。検索で Google トレンドと入れましたら、このように Google トレンドというのが出てきます。 これをククリックしてください。そして自分がこんな曲作りたいなというふうに思ったらここに入力してください例えば今は夏ですから「サーフィン」と入れてみましょうそうすると「サーフィン」に関わることがこのように出てきますそして「調べる」というふうにしてみましょうそうしましたらグラフが出てきますどんなふうに 検索されているかということですけれども今案外いいですがここ全く検索されていない時期がありますそして今見てるのはウェブ検索ですこれを YouTube 検索に変えてみましょうこれは過去1日の話ですこれ1日では何とも言えませんのでここを過去30日としてみましょうそうすると このような折れ線グラフが出てきます。そしてここで比較というのができます。比較の方にサーフボードということで検索をしてみましょう。そうするとですね、サーフィンという言葉に対してサーフボードはものすごく少ないです。ですからサーフィンというような曲を作ったりタイトルの欄とかにはサーフボードと書くよりも サーフィンの方がいいということです。このようにして、まあ夏の曲を作りたいと思っているわけですし、サーフィンの歌を作りたいと思っているというならば、こうするしかないんですけれども、まあ夏の曲ということなので、かき氷と入れてみましょう。はい。そうしましたら、かき氷が真ん中に入ってきました。 ということは、サーフボードよりはいいということです。でも、先ほども話し,しました、大谷翔平。これで検索をしてみます。そうしましたら、もう他のものは、ほどなくゼロに近いぐらい、大谷翔平から見れば、全く注目されていないということがわかります。さらに、 大谷翔平に関連しまして、デコピンというあの大谷翔平のペットの犬ですね。それを入れてみましょう。はい。デコピンがここで上がっています。どうしてでしょうこれは多分ですよ。デコピンが始球式をしたという時期がありましたよね。あの時に上がっただけです。やはり大谷翔平は強いわけです。でもこれは YouTube 検索での話ですので、Google 検索に変えてみましょう。はい。ちょっと様子が変わってきましたが、デコピンが上がった時期というのは先ほどと全く一緒です。案外、Google 検索では、かき氷が上の方に出てきました。いかにこの夏が暑かったかということがわかります。皆さんは多分自分の好きな歌を 作ってると思いますが僕は YouTube が伸びることそして音楽はプロの活動としてこれで生きてますのでですね YouTube を出しても入らなかったら僕の場合は生活に支障が出てきてしまいますですから僕は音楽を作るときに必ずこのようにトレンドを調べてそしてなるべく結果が 良くなるような曲を作っています。なんかそう言うとですね、単に流行るために作ってるのかというふうに思うかもわかりません。そこがアーティストって嫌いなんですよね。俺はこれ作りたいのに、なんでお金のためだけにしないといけないんだという方がいるんですが、よく考えてください。どんな商品でも、どんな生産活動でも、 結局はユーザーに支援されなかったら成功はしませんケーキを作っても俺はとことん力入れてこのケーキ作ったとか言っても実際食べてくれる人が美味しいと思わなかったらそのケーキは売れないわけですこれは音楽でも YouTube でも全て一緒ですからプロのプロダクションというのはこういうふうなことを考えて 今どんなテーマの曲を作ったらいいかということは絶えずアンテナを張っているこれ長い話になりましたがテーマというのは今日の話の中で一番大事なんですけれどもほとんどの人は自分が好きかどうかで決めているいわゆる自己満足で音楽を作っているということです。 自己満足が悪いとは言いませんけれども自己満足で作るなら今日のように勉強してですねせっかくアップロードするんだったらちょっとでも伸ばそう好きな曲は作りたいんだけれどもそれでもたくさんの人に届けたいこれを頑張って勉強してほしいということです次の内容なんですけれども全体を見ているとそして僕のグループの 仲間なんかも見てると、8割は恋愛のテーマ、恋だの、失恋だの、そういうような音楽がとっても多いんです。ということは、僕の仲間だけじゃなくて、YouTube の中にはそういう音楽って山ほどあるんですよね。ですから、もちろんみんなが関心があるんですけれども、恋愛ソングは流行らせるのがうまくいけばぐんと伸びるし、 ダメな場合はもう多くの中に埋もれてしまうということです。恋愛や不倫というのは案外野暮な話で、まあある意味どっちでもいいようなことなんですが、難しいテーマというのはどうしても敬遠されやすいし、特に若い人には受けにくいです。ですからテーマ選びは端的にわかるということも大事な要素になります。 そして次はサムネイルです。今度は a i m u s i c m ミーさんのページを見てみましょう。この a i m u s i c m ミーさんはディズニーということをテーマに絞っています。もちろん本人のいろんな工夫もあってやってるんですけれども、僕のチャンネルに同じように掲載しても m ーさんのチャンネルの方が多いぐらいになっています。なぜなら僕のチャンネルは たくさんの皆さんの音楽をアップロードしますので先ほど言ったテーマを絞ろうというのが僕のチャンネルではできていませんただし1万もうじき1000人というような登録者がいますのでその数の論理でたくさん見てもらえるというのは現実はあるんですけれども最近は先ほどのカメチャンネルさんもそしてこの みーさんも僕のチャンネルを声かけていますこれから伸びる可能性が大きいなと思うのは一番最新の音楽を見てみると今127回昨日出した動画ですこの動画で素晴らしいのはコメントが26件もあります26件といっても返信をしていますので実際のところは134件。 ということになります。13ぐらいのコメントが1日で入っています。このコメントが多いというのは YouTube にとって伸ばす要素になります。活発なチャンネルだなということで評価が高くなります。動画の中でコメントをやり取りするというのはとても重要なことになるんです。さらにいいねの数が今17ですけれども コメントくれたような人はみんないいねを押してくれてるんですけれどももう少しいいねこれですねこれが多くなってくるとさらに良くなってくると思いますそしてみーさんは先ほどからも言ってましたように上側がこれチャンネルのタグですディズニーソングとかディズニーアニメとかディズニーに関わることをいっぱい書いていますそして この曲は大谷翔平とかたくさんのタグを入れています。説明文もどんな風になってるかも一応チェックしましょう。このように歌詞まで入れてたくさんの説明を書いていて、そしてハッシュタグも入っています。このようにディズニーらしいというのがわかるようなサムネイル、統一感を出してやっています。 ディズニー好きにはたまらないような AI イラストを使ってですね、サムネイルを作っています。かっこよくデザインができてるんですけれども、単にかっこいいサムネイルというだけではなくて、先ほどのカメチャンネルさんを見てみてください。これなんか文字がバラバラで、かっこよさというのはあんまりないですよね。はい、本人には怒られるかもわかりませんが、 あまりデザイン的にかっこいいという風にはなってないんですがなんかミュージックチャンネルとは思えないこの賑やかさというか他のミュージックビデオにはない面白さというのがありますよねすごく目立つと思うんですこういうのも大事でそして字がバンバンバンと大きいというようなことこれもサムネイルは わかりやすく、そしてできるだけ太い文字でですね、要件だけをしっかり埋めて、スマホなんかの小さなサムネイルで見ても、あれとか、あ、大谷翔平だな、というようなことがすぐにわかる。こういうようなわかりやすいサムネイルというのは、とっても重要なことです。そして今日最後のお話になるんですけれども、 音楽、皆さん、なるべくかっこよく素敵な音楽を作ってるんですけれども、今日は1回もまだ音を鳴らしていませんよね。音を鳴らすというのは、この動画を見ようかなと思ってクリックをした後の話ですよね。そうでないと音楽がいいか悪いか、それはわからないわけです。そしてクリック。 ここううしたらたららととえ2,30秒でもいいてくれたらワンンカウントになるということです今日はたまたま「カメチャンネル」さんとミーさんのページを紹介しましたがお二人とも音楽を聴いてくれてるという以上に大谷翔平のファンであったりディズニーのファンであったりファンクラブのつぞいみたいになってる。 これがいい成績になっているということです。音楽なんて、その AI とかで作った音楽は誰が作ってもまずまずかっこいい音楽が作れるようになっています。DTM で作っている人はもちろん個人の能力が前面に出てくるわけですけれども、もう今や音楽の出来不出来というのは大きな要素ではないということです。ただし、 ファンがたくさんついてきてくれたその時点ではこの人のこういう音楽が好きだなということでチャンネル登録をしてくれるその人たちには音楽の出来とかいうのが重要になってくるんですけれども一般の人は音楽を聴く時に音楽の上手さとかそういうことじゃなくって自分の好きなテーマの音楽か ということが最大の音楽を聴く要因になったりしますのでそこをちゃんと押さえないと YouTube は伸びないということです今日は3つのセクションに分けてその内容について細かくお話ししてきましたが今日言ったことはミュージックビデオを作る上でとっても重要なことですし僕も 全く伸びなかった時期から、こうやって仲間の動画も少しずつですけれども、状況が良くなってきてるということは、やはり YouTube 戦略というのが大事だということは、ちゃんと証明になっていますので、ぜひともやってください。そして、いっぱいするのはわからないという人は、 まずタイトルだけは曲名だけを書くというようなことをしないで検索語がいっぱい詰まったタイトルを付けてください。まずはここからがスタートです。それでは今日もご視聴ありがとうございました。まったねー。